来年の会心と立なめ、現茶の目標はどんぐらいを目安に育成したらいいですか。あんまなんか目安ってのはない。マジでなんかこれこれこういう数字目指してくださいってのはなくて、来年将軍はとにかく絶縁4セットで使ってください。あ、まあ今熟知型で使ってる私が言えたことじゃないけど来年は絶縁4にしましょう。絶対です。もう 99.9% 98% ぐらい絶縁4で使うべき。マジで時計は現茶かな。で、杯は雷バフか攻撃ですね。雷ダメージバフか攻撃パーセント。まあ、どっちでもいいですね。マジでどっちでもいい。使用率も半々ぐらいだし。ほんまにどっちでもいいです。です。冠は配信かな。うん。で、使うようにしましょう。とにかく、絶縁読んで、時計、現茶、杯は雷バフか攻撃、冠は配信かな。まあ、場合によっては時計攻撃も認めますが。で、あと、なるべく、サブステータスね。まあ、会心率、会心ダメージ。まあ、会心率、会心ダメージ優先だな。で、現茶攻撃、最優先で、率ダメ。で、時点で、まあ、攻撃と現茶が伸びてる生物をなるべくつける。それが目標。かな。まあ、率60、ダメ120が、は欲しい。で、現茶は、まあ、現茶が上がる武器持たせてたら、例えば、まあ、西風だったり、漁獲持たせてたら、230% ぐらいはいくと思うねんな。まあまあ、それぐらいあれば、十分だとは思いますがね。そんな感じで、どうでしょうか。頑張ってください。うん、特に目安とかはないっす。人によるしな。あと、なんか攻撃の目安とか、ベネットとか、クジョーがいるかどうかにもよるから、なんとも言えないんだよね。